こんにちは、義の字です。またまた期間がだいぶ空きましたが、ルール無用 JCJC でタイムアタックします。2023年5月、皆さんご存知、超ルール無用 JCJC ステージを現場で観戦して、モチベーションは最高だったのですが、花粉症やらもろもろの体調不良と、ソフトウェア開発で2ヶ月迷走し、今に至ります。本業でも趣味でも、ソフトはからっきしダメですが、どうにか挽回していきたいところ。 さて前回、新たにフルスクラッチした機体 GP02X、宝3を製作し、リポパワーとコアレスモーター、40mm 体型ローラーで3秒切りができました。ただ油断するとレーンチェンジ手前で乗り上げ、レーンチェンジ頂点で飛び立ったり、レーンチェンジからきれいに飛び出してばかりしていました。平面スピードは出せるが、レーンチェンジクリアが困難という、いつものやつです。 ここでおさらいですが、ホーさんは、大きなローラーとホイール、左右独立二輪が特徴のマシンです。そして前方には、ダウンフォースを発生させる機構として、延伸ファンを搭載しています。今回はこの延伸ファンによるダウンフォースを活かして、2つ目の大台、2.5秒を突破したいと思います。ファン出力を60%にし、積極的にダウンフォースを発生させながら走ります。 レーンチェンジ以外でも常時ファンを回しているので、走行抵抗が増えている点が気になるところ。レーンチェンジでの挙動はかなり安定していて、レーンチェンジ頂点からダウンフォースにより前傾姿勢になっていることがわかります。ただこの時点で、タイムは2.88秒と前回のベストと同じ。もっと早くしていかないといけません。設定速度を上げていき、2.5秒超え。 あわよくば2.2秒あたりを狙いたかったのですが、少し速度を上げただけでコースアウトし始めました。スローで見ると、先ほどまでぴったりと吸着できていた機体が持ち上がり、レーンチェンジ後の下り坂でロール回転しています。右ローラーを前後いじくってみたのですが、むしろ挙動が悪化しました。その後、ファン出力アップ、走行スピード下げやむしろ上げたりしましたが、結果は見ての通りです。 遠心ファンを使ったのに、思っていた結果と違う。うぅ。見たところ、遠心ファン吸引機構の弱点である、めくれが発生しているようです。遠心ファンによる吸引は原理上、ファンの遠心力で空気を吸い出し、スカート内の圧力を下げてダウンフォースにします。いわゆる吸盤に似たような状態です。 しかし、段差や隙間、レーンチェンジの高低差によって、スカートと路面の間から空気が入り込むと、一気にダウンフォースは失われてしまいます。では、体型の軸流ファンならどうなのか。空気を真上に押し出す軸流ファンタイプは、空気が下から流入してもプロペラの揚力と押し出した空気によって一定のダウンフォースが得られます。その代わり通常の吸着時は、ファンの周囲からも空気が流入してくるので、遠心ファンよりたくさん排気する必要があります。 まとめると、2モードある軸流ファンの方が有利で、遠心ファンを使いこなすには段差や隙間対策を考えないとダメそうです。またモデルを眺めていると、ファンの配置も関係していそうだと思えてきました。かなり前方に配置していて前傾姿勢になりやすく、マシンの底面もほぼフラットなので、ちょっとした動きで空気が入り込むのだと思います。遠心ファンの改良は、今後も色々と試していきたいところ。 ですが今回は、ファンやスカートの改良は一回諦めて、左後ろにハイマウントのローラーをつけることにしました。レーンチェンジ後半でコースにローラーが当たれば、ピッチ回転を防ぐのは難しいですが、ロール方向の回転は抑えられるという思惑です。それではタイムアタック走行、いきます。速度は8メートル毎秒調に設定しました。レーンチェンジ後の飛び出しもなく、安定しています。 スローで見ると、右側が浮いているものの、追加したローラーでどうにか抑えています。計測タイムは2.64秒と2.43秒。ようやく2.5秒切り、スピードも8メートル毎秒を超えました。今回は、遠心ファンを使ったダウンフォースにより、2.5秒切りを達成しました。ただ、レーンチェンジ前半でファンの効果は大きかったものの、後半ではハイマウントローラーがないと、コースアウトします。 まだタイムの差は大きく開いたままなので新しい技を取り入れて次も挑戦していきたいと思いますご視聴ありがとうございましたおまけその12.43秒で走りきったホウさんさらなるタイムを目指し平面での吸引オフスピードアップを試していましたしかし勢いよく飛び出して壁に衝突、無残な姿になりました 今回の動画作成を始めようと思ったきっかけです。コースアウト対策はもっともっとしっかりせねば。おまけ、その2、ホーさんが大破する数週間前、ソフトで悩んでいた時に予備部品で吸引テストマシンを組んでいました。マイコン非搭載、あり合わせセッティングですが、走行制御しなくても十分早いんじゃないか。発進 これは遅い遅すぎる世の中やはり甘くないので私はマイコン制御メインで頑張ろうと思います。